日本相撲協会は27日、西三段目24枚目の早難で早波26イコール武蔵川部屋、ら九州場所限りで引退した力士8人を発表した。画像あり、だが断る、個性的な化粧回しが話題に。佐渡ヶ部屋からは、西三段目64枚目の琴峰、琴大筒27、と当女2段62枚目の琴龍勢28、 第引退琴法は激しい突き押しを武器に幕した8枚目まで番付けを上げたこともある実力者で、今年の名古屋場所を最後に休場が続いていた。佐賀県出身のこと竜星は、中学卒業後に入門してから約13年間の力士人生に終止符。ご当所の九州で臨んだ最後の場所は4勝3敗と勝ち越した。西序ノ口13枚目の大志山、19イコール立浪部屋、 は昨年九州場所で初土俵埼玉・花咲徳春校野球部出身という異色の経歴で話題を呼んだが、序二段で七戦全敗だった名古屋場所を最後に休場が続いて土俵を去ることとなった。番付外の錦織、18イコール伊勢ヶ浜部屋は、おととしの春場所で宮城野部屋から初土俵。相撲未経験からのスタートで稽古に励んだが、 昨年夏場所の序二段62枚目が最高位で土俵人生を終えた。今年4月付で伊勢ヶ浜部屋に転籍した旧宮城の勢では、放火法、大谷、地方、竹丸、剣有、高窓法に続いて計7人目の引退力士となった。引退を発表した力士は以下の